長野県松本深市高等学校は、長野県松本市有池先にある県立高等学校。同校の前身は、1876年に、松本市中央の開地学校内に、第17番中学変則学校として創立された。その後、松本中学校などへの校名変更を経て、1948年に、現在の校名として設立された。 自治の精神の幸風から拘束を一切持たないこと、制服がないことを特徴とする。公明の、深市とは、松本市の古称、深し号に由来し、扇状地の伏流水が湧き出る場所を意味する。なお、正式名称は、他の長野県の高等学校と同様に、長野県立ではなく、長野県松本深市高校である。本校の管理棟、ね、 普通教室棟と行動は共に2003年4月8日から国の登録有形文化財となっている。授業は1日55分6次元を展開する。土曜授業は2013年度から新学習指導要領が完全実施されるのに伴い、生徒の学習時間の確保と平日放課後の自主活動の時間確保のため開始された。ただし、毎週は実施されない。 2002年度から2003年度までの下記は70分授業を実施していたが、従来の65分5時間授業、土曜午前65分3時間授業に戻した。2020年度より55分6時間授業になり、土曜授業が廃止された。西穂高岳遭難慰霊飛久生松本、中学校初代校長、小林うなりが残した遺訓が、現在も伝えられている。 1902年に作られた初代校歌は、卒業生の勝山勝次が作詞し、米、久保義雄が作曲した。歌い出しは、影浪島山田のなはる、と続いたが、あまり普及することなく忘れられていた。1922年に、当時の在校生で文芸部員であった松原武雄が、初代校歌をもとに5日間程度で作詞した。作曲は、 東京音楽学校助教授の岡野定一が依頼されていった。歌詞は第1番から第5番まであり、第1番の歌詞は以下の通り。同行ホームページに全歌詞が記載されている。青倉陶器並の果て黒紙をたぎる絶刀に立てり、大和の秋津島公営の歴史は3000年、その麗しき名を終える、影浪男児に栄えあれなお。 松原は作詞の2年後に卒業して、早稲田大学へ進学したが、翌1925年に、廃園で死去した。わずか21歳であった。歌詞の意味として、当時4年生だった松原は次のように考案したという。秋津島の意味、秋津州とは、古事記に記載された、山和の豊秋津島のことであり、日本の本州を意味する。さらに、 この、豊か秋津州は、豊かなトンボの国とも解釈できることから、秋津島は日本を呼び、同行の象徴であるトンボを同時に意味している。特別活動としてのクラブ活動は、運動競技会と学芸協議会とによって構成される、合同協議会によって総括される。クラブ活動の団体には、予算や生徒会の支援の違う、愛好会、同好会、 部活動の3段階が設けられている。野球部サッカー部男子公式テニス部弓道部、ダブルダッチ部放送委員会、制作班機動部員ご班クイズ研究会同校の、卒業生による、在校生への特別講義。学校週5日制が実施された2002年4月に、設立された。松本真司同窓会、松本真司高校 BTA、深市小学会を、 共済団体とする。各分野で活躍する。同窓生が、専門分野の話、体験談、後輩に送るメッセージなどを講義する。卒業生が在校当時の、各学級から一人ずつ、合計10人前後の講師を代表として選出し、彼らの経歴や演題を、あらかじめ在校生に示す。在校生はその情報をもとに、どの講義を受けるのか各自で選択して受講する。 在校生からの人気が得られなかった場合、講義に一人の受講者も現れない可能性もある。同校の発表に基づき、2018年度から2020年度までの卒業生による大学や大学校及び専門学校への進学者数を、それらの所在地域によって分類すると次の通りであった。これらの期間においては、同校からは関東地方への進学者が、 圧倒的に多かった。次に、長野県内での進学が多く、以降は大きく差が開いて、近畿地方、東海地方、また、北陸地方などと続く順序になっていた。ありがとうございます。